こんにちは、ファッキオンサムヘルマット丸山でございます。今回ですね、もう夏も終わりそうだというところなんですけども、日本の偉人第2回、イースタンニュースをご紹介したいなと思います。本当はね、7月頭とかにね、あげたかったんですけど、一回撮ったんですけど、ちょっとあんま納得いかなくて、これテイク2になっております。で、イースタンニュースですね、また札幌のバンドを紹介なのかっていうところなんですけど、やっぱ札幌のバンドね、外せないなというところでね、最初にやっぱ紹介しておきたいなというところですね。はい、僕ね2回ねイースタンニュース見に行ったことがあってですね、1回はね、極東最前線ですね、2014年ぐらいかな、確かダウニーと対バンでしたね。めちゃめちゃかっこよかったです。ダウニーもね、あの青木さんがいた頃ですね、もう訳がわからないバンドですね。はい、むちゃくちゃかっこいいです。形容しがたいポストロックですね。めちゃめちゃかっこいいです。でイースタンニュース出てきて、まあむちゃむちゃぶちかまされたというところで、でもう一個ね、ブッチャーズのね吉本さん亡くなって、でコンピが4枚出たんですけど、でイースタンニュースはねネバーギブアップで参加しておりましたね。でライブがイーストとか OK 列で、イベントがあったんですけど、それを見に行きました。ロステージも出てたね。鳥がイースタンニュースですね。夜明けの歌から始まりました。もう持ってかれますという感じで、でいろいろ強制収録とかもやってたかな。 MC があってですね、吉村さんに別れの言葉を、告げてましたね。吉村さんが、ようちゃんありがとう、さよならっつって、そこでネバーギブアップをやるというのがありました。もうこれは僕本当忘れられないライブになってますね。ライブでこれだけ泣いたことは多分ないし、これ以降も多分ないでしょうねというところですね。多分人生のベストアクトの中に多分入るかなと思ってますね、あのライブは。はい、皆さんのねイースタンニュースの、思い出というか、ね、なんかエピソードあると思うんですよね。多分皆さん持ってると思うんですよね。よければコメントの方で書き込んでいただけたらなと思います。イースタンニュースです。メンバーですね、吉野さんギターとボイスで、ドラム田村さん、ベース村岡さんの3ピースバンドになっております。1988年からですね、やっております。で最初の方はね、札幌で活動しておりましたと。で東京の方上京してきまして、そのタイミングでね、最初のベースの方が辞めて、二宮さんですね、二宮さんがベースをやるということになっていきます。特徴ですね、イースタンニュースの特徴なんですけども、まあストレートなパンクというか、まあエモ、なんか吉野さんエモって言われるのをちょっと嫌うそうなんですけど、分かりやすく言うとエモっていう言い方になっちゃうなと思います。やっぱりポストハードコアだとか、コード進行はまあかなりストレートというかっていう感じなんですけども、ギターの、まあ、特にギターの音ですね、かなりこう歪んでまして、なんですけどかなりねキンキンした尖った音がしております。ナンバーガールの向井修徳ほどあの鋭さというかね、尖った感じはないんですけども、こう粒が立つギリギリのところで歪んでて音が立ってるというかなり特徴的なねギターの音をしております。でかなり改造しててね、ヤマハの SG を吉野さん使ってるんですけども、かなり改造してるように見えますね。スイッチがまず取っ払われてたりとか、それセンターにして弾いてるとは思うんですけども、かなり、独特なヒリヒリする音がしておりますと。でベースですね、ベースはねかなり動きます。ものすごく動くベースですね。やっぱ3ピースで、ギターボーカルっていうところで、ボーカルがねギターってなるとやっぱね歌いながら弾くのかなり難しいですから、ソロとかリードとかね、ってなるとやっぱベースがねこう動く感じになるということですね。イースタンニュースね、もうむちゃくちゃあります、アルバムむちゃくちゃあるんですけど、基本的にはね変わってないです。はい、根幹の部分が変わってないっていう言い方が正しいかなと思ってますね。まあデリヘとかスーパーカーみたいにもうものすごくガラッと変わる感じはないんですけど、マイナーチェンジというかね、たまにこう変拍子が入ってきたりとか、展開のところですね、曲の構成のところで、若干変わっていってるというのがあると思います、イースタンニュース。で歌詞ですね、歌詞はもう一貫して日本の心です。まさに日本人に生まれてよかったなと
すごく思いますね、イースタンユースを聞くと。まあ本当働く人間全ての人に刺さるんじゃないかという気がしてますね。イースタンユースの歌はものすごくこう鼓舞される、まあ、そういう面があるんですけど、まあ、頑張れとかね、そういう直接的なねワードは出てこないんですよね。それがまたいいところだと思います。こう、まあ、僕みたいなちょっとあの天の塾な人間からすると頑張れとか言われるとあのはって思っちゃうんですけど、描写で感じさせる分ね、よりこうグッとくる部分があると思います。最初初期はですね、オイパンクスだったりスキンズだったりね、そこの影響が、あったそうです。93年のセルフタイトルイースタンユースぐらいからですね、かなり変わってきました。この辺からね、今のイースタンユースにつながる、原型がこう出てきてできていきますという感じです。95年の口笛ですね、口笛あたりからこうかなりさらにこう突き詰めて自分たちのものになっていたんじゃないかなという感じがします。で、そこで花開くのがですね、98年ですね、旅路に季節が燃え落ちる、こちらですか。こちらもイースタンユースの金字塔でございますね。まあ、知ってる人も多いでしょうという感じです。まあこれはもう大名盤です。本当にオルタナというかパンク、まあ、ハードコア、好きじゃない人も聞いてほしい一枚でございます。まずもうこれね、夏の日の午後から始まりますと。もう夏、絶対夏聞いてほしい。もうまだ残、もう今残暑だけど、まだ間に合います。これはもうぜひ夏に聞いてほしい。夏の日の午後から始まりますね。でん、でん、でん、で、口笛が入りますと。このね、ビデオがむちゃくちゃかっこいいですね、またね。このビデオではね、吉野さんは、ギブソンの SG を使ってますが、SG ジュニアかな、はい、使ってますがね、これ、むちゃくちゃかっこいいんですね。SG のジュニアがステッカー貼ってあってね。まあ、それに憧れて僕は高校の頃、僕も、ね、SG を買いまして。まあ、青すぎる空も入っております。はい。歌謡っぽさがかなり入ってますと。これまたイースタンユースの特徴の一つでありますね。なんか歌謡のメロですね。歌謡のメロと、もう超日本人的な歌詞っていうところ。まあこれはまあ、ノリがいいでしょうと。それと、それに合わせて、かなりオルタナというか強音が鳴ってるっていうのは、このバランスを日本でやったのは初めてなんじゃないかなと思ってます。歌謡とギターロックみたいなところね。その2000年代ぐらいからまたいろんなバンドが、こぞってやり出すみたいなところがあると思ってますね。あのキューミーのね初期とかね、かなり、歌謡みたいな言われてましたね。歌謡とギターロックの融合みたいなところの元祖が、イースタンユースだと思ってます。そのフォーマットがもう金字塔となったアルバムでございます、こちら。で、その後ですね、2000年代に入ります、イースタンユースは。超ド級の名盤を超えるね、1枚がね、出てきます。感受性を落とせよですね。これまた、まあ、この2枚はね、もう皆さんね、聞いてるでしょう。まあ、これは素晴らしいアルバムですね。はい。感受性を落とせよ、あの妹に貸してそのままですね、多分実家にあります。はい。一番好きな曲ですね、夜明けの歌ですね。これまたね、PV がまたいいです。また PV の話ばっかしてますけど、PV がね、すごくいいです。空撮、ずっと空撮だったかな。夜明けのビル群を空撮してる PV ですね。これ素晴らしいんです。もう歌詞が素晴らしいです。本当に夜明けの歌は。夜が明ける、見えるだろう。東の空しなむのが。朝が来る、わかるだろう。涙眼に日が映る。俺にもその部屋の窓にも朝が来る。涙よ止まれよ。今すぐもう朝だからと。誰にでも朝は来る。吉野さんにも、もう俺たちにも、誰にも等しく朝は来るんだと。夜は明けるんだというところ。どんな辛いことがあっても、それが明ける瞬間があるんだというのを夜明けに例えているという歌詞ですね。この曲で何度救われたことかと、ね、本当に素晴らしい曲でございます。で、もう本当いろんな曲が入ってます。感受性に関してはね、もう本当にキラーチューン満載、全部シングルカットできるほどのクオリティというか、キラーチューン尽くしですね。スローモーションあったりと、あとかかと鳴るですね。かかと鳴る、かかと鳴るのね、あと頭の始まりかっこよすぎるんで、これは本当に聞いていただきたいです。静寂が燃えるも入ってます。これもイースタンユース代表曲ですね。感受性とあと旅路ですね。この2枚は Spotify にありますんで、ぜひ聴いてください。で、2000年代、個人的におすすめしたいのがもう1枚ありまして、
ドンキホーテでございます。ドンキホーテ、ドンキホーテ、まあ、個人的に何がいいかと言いますと、まあ、過渡期というかかなりチャレンジングな一枚な気がしてるんですよね、これ。まず表題曲ドンキホーテ、これかなり好きです。僕はドンキホーテを聴きまくってね、これにかなり似た曲ができてしまったという、僕の個人体験談もありますが、まあね、ゆっくりな曲もね意外とね入ってますね。ゆっくりな曲が入ってるのが結構珍しいと思うんですね、イースタニュースの中だとね。で、中でも、強制視力 0.6 でございます。強制視力 0.6 でね、これまた素晴らしい曲ですよ。これピアノ入ってるんですけども、あ、そう、小谷さんですね。小谷美佐子さん。小谷美佐子さんが、ピアノを弾いております。で、これかなりスローな曲ですね。ほぼ前半はもうピアノだけ。かなりね、泣きの、ポストロック的な塩梅があるかなと思ってますね。まあ前半ポストロック的な佇まいがあって、で、後半になってくると、バーストした、ディストーションかけまくりのギターがこうかき鳴らされるという展開となってます。で、こう歌詞、また歌詞がいいんですよ、これ。何回だってやり直す。悲しみなんて川に捨てる。本当は内ポケットにしまったままだ。しょうがないから連れて歩く。午後の日が陰ってきて、俺は目をある。何も見えちゃいけないが、というね。この A メロから B メロまでの流れ。このね、流れ、もうめちゃめちゃ好きです。何回だってやり直すっていう始まりね。これ良すぎません？伝わる言葉を選びながらも、文学的なワードというか、すごい抽象的な表現になっちゃってますけど、まあそういうね、ワードも、ちょいちょい出てくるみたいなね。パンクなんだけど、文学性がすごくある。この一枚でございます。これ、個人的なおすすめ、ドン・キホーテでございます。で、2010年代ですね。2010年代はですね、こちら、ボトム・オブ・ザ・ワールドでございます。これは僕個人的なおすすめ一枚ですね。ベース二宮さんの、最後のアルバムとなりましたね。このアルバムを出して二宮さんは、もうイースタニュースでやれることはもうやりきったということで、脱退ということになります。まあ、これで辞めるのはまあわかるなという感じのアルバムですね。まあ、鳴らせよ鳴らせとかね、かなり上がります。そして、まあ僕はなんといってもね、何クソ節ですね。何クソ節、もうめちゃめちゃ好きです。これ、もともと吉野さんがソロでやってる、アウトサイド吉野というね、弾き語りのユニット名があるんですけど、それでやってた曲なんですけど、何クソ節。それをね、イースタニュースでやるということで、お、やるんだ、どうなるんだろうと思ったら、もうめちゃめちゃかっこいい。もう負けねえぞという曲です。まずカウントね。カウントなんですけど。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイで普通始まると思うんですけど、そう、カウント大体そうだと思うんですけど。あともカウントが、ワン、ツー、スリー、フォー、何クソ、チクショー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、負けてた、丸かっていうカウントから始まります。で、イントロが来ます。むちゃくちゃぶち上がりますよ、こんな。かっこよすぎますよ。負けてたまるかなんですよ。で、もうサビですよ、サビ。涙が出そうだったけど泣きたくねえ。ぶっ倒れそうだったけど負けたくねえ。やるしかねえと。やり続ける。もうなんかわかんねえけど、やるしかねえと。あとね、この波くそ節他の部分で言うとね、俺は俺だって足を踏み鳴らして、俺はここだって叫び続けている。はい、そうです。ね、そうだったわと思いました。存在証明するための歌というか、存在証明の証としてのバンドということところですね。だからこう、もういろんな、どんな人でも刺さる、歌なのかなと思いますね。はい。めちゃめちゃぶっ刺さりました、当時僕。はい。素晴らしい。2015年、だから僕はね、まあ、20代中盤ぐらいですね。ちょうど就活するかどうかで、ちょっと悩んでた時期ぐらいに聞いたんだなぁ。いや、そりゃ刺さるわって感じですね。これ僕の中ではかなり 大切な一枚となっております。そして、二宮さんお疲れ様でしたという感じですね。で、ここでねベースがかかりますと。ここで村岡さん入ってきますね。村岡さんですね。まず二宮さんですね、フレットレスのベースを使っておりましたね。フレットレスとフレットありのベース、どう違うかっていうと、超簡単に言うとウッドベースに近いんですよ。フレットがないと。あんまパキッとしない音。より暖かいという感じ。あと、まあ、シームレスな、動きですね。そういうのがありますと。それがね、イースタニュースの一個の、強みになってたと思うんですよね。フレットレスのベース
を二宮さんが弾いてるっていうところなんですけど、村岡さんですね。村岡さんは普通にフレットがある、通常のベースを使うので、これはどう変わるのかなと思ったら、むちゃむちゃすごい、すごいアルバムですこれ、尊厳と自由ですね、はい、これが、初めて、メンバーが変わって出たアルバム、2017年ですね。それまでイースタンユースはね結構コンスタント年1ぐらいで出てたんですけど、ボトムオブザワールドはねちょっと間が空いて出たアルバムなんですけど、ここねちょっと2年ぐらい空くんですね。びっくりしましたね本当に。あのベースむちゃくちゃすげえあのフレットありなしもう関係ねえって感じでしたね。動きまくるね。しかも指弾き、まあ二宮さんも指弾きか、はい、めちゃめちゃ、フィットしたベース、パキパキ、もうパキッとしてるベースもありなんだっていうね、バンドとしてのすり合わせがねかなり時間を割いてねやったんじゃないかなと思ってますね。これでですよ、このアルバムね、まずジャケットの話をしたいんですよね。このタッチの彫りなんだっけ、こういうの小学校の時やりましたよね、こういうのね。このジャケットね、めちゃめちゃブッチャーズのファーストに似てるなと思って、あのフクロウのやつすごい似てんなっていうのがあって聞いたら、めちゃめちゃ原点回帰的なねアルバムだったんですよね。なんで、あ、そういうことかと、オマージュもあるのかなという感じがしてます。これ素晴らしいですよ。もう尊厳と自由から始まります、いきなりね。まあ尊厳と自由っていうようにまたね、存在証明の歌となってますね。これね、これなんだ、これはもう本当にアルバムとしての完成度がすごいと思います。これは通してぜひ聴いてほしい一枚ですね。これぜひ聴いてください。ね、PV も川口淳さんですね。川口さんの話するともう、まあ、札幌勢のバンドですね、ブッチャーズ、イースタンユース、ディスチャーミング、下山とかもやってますね、その辺のもうオルタナ周りの人のビデオ作品、まあ映画もやってるか、心のも撮ってますし、イースタンユースのドキュメント、吉野さんが一回心臓止まって死にかけた後の復活の、まあ、ドキュメントみたいなやつもね、撮ってます。川口淳さん、この人なしではもうオルタナシーンまた語れないなっていうところなんですけど、まあその人が撮ってるビデオ、かなり低予算なね感じあるんですけど、川口さんのね多分オールドレンズを使ってるんですね。オールドレンズを使った、独特なフィルムタッチな質感の、まあ多分一眼だと思います。一眼の、独特な質感の絵作りとかルック、これがね、見どころとなってますね。かなり予算は少ないかなという気がするんですけど、気迫と川口淳のルックによってもうむちゃくちゃかっこいいビデオになってます。もうぜひ見てくださいというところですね。でそして、2020年に、アルバムが出てます。2020でやってるのかな、出てます。8月に出てますね。これまたねコロナ禍でイースタンユースの新譜が聴けるっていう、この救いの手なんすかっていうことなんですよね。これ以上の救いはないんじゃないかというねアルバムですね。1曲目今日も続いていくで始まると、まあ今よりもちろん恐怖感がありましたよね。2020年って闘争ですね、闘争に対関する歌となってます。で2曲目存在です。もう存在、この曲がね、まだこんな曲がなかったんだって逆に思いました。むちゃくちゃすごい、超ストレートです。歌詞読んでみましょう。俺たちは風景じゃねえのだ、俺たちは部品じゃねえのだ、俺たちは現象じゃねえのだ、俺たちは統計じゃねえのだ。いやー素晴らしいですね。反骨精神、もう30年以上やっててまだ反骨精神があるというところと、完全にね今このもう何を信じたらいいかもういまいちわからない状態っていうところ、まあ政府とかねどういうことっていう状態だと思うんですけど、それをねもうむちゃくちゃ真正面から歌ってる曲ですね。そうなんですよ、統計じゃねえんだよっていうね、もう個人なんだと、なんかそんな気がします。もう存在してんだと。でサビですね、取り戻せやり返せ存在、蘇れぶっ放せ存在、はい、俺たちはここにいるんだと、俺たちがここで生きてるんだということを、存在証明を明かせという歌となってます。もう熱すぎますっていう感じですね。今年ね2022年なんで、もうそろそろ新譜出るんじゃねえかなと思ってますね。はい、人知れず思っております。はい、今日はそんな感じですね。立て続けに、札幌ばっかりやってしまってるんで、ちょっとね一回札幌
避けようかな、次回は。名古屋とか福岡あたり一回行ってみようかなと思ったりしてるんですけど、予定は未定ということで、また次回お会いできればなと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よければお願いいたします。それではまたお願いします。